関節の運動。股関節の運動中です。朝は毎日これからスタートしてます。疲れはありますか？だんだんなくなってきました。なくなってきました。だんだんとなくなってきました。あ、おはようございます。続けた感じです。目だけ見えてた。赤。そうでしょ。下だけ見えると白でしょ。そう。ゆっくり暑くなってくる。今大会、はじめ社長、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ、はい、佐藤食品ということで、はじめ社長です。はい、今回ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホストプロ。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ホスト会長。ホスト会長。お？ナイスー！お、すごい。佐藤のご飯看板佐藤食品からドローで行きたいと思います。165ヤード7番アイアン。おーい乗ったよ乗ったよ。バリケー秘伝プロの技、ここまで曲げんない。いっぱい中西の。おお、ゴ。おお、行ってる。ナイスオン。ありがとうございます。行っちゃってる。出させてくれるようなホールですね。ちょっと上がったらこのままって感じな。そうですね。うわー最高ですね。なんかこんなゴルフ場でプレーできるの。左のピンだったら、まあ、傾斜なりに、構えるじゃないですか。でそしたら勝手にドロー出ると思うんですよね。なので、今こう奥に白いあそこ、あそこに向かって振り抜くかなって感じ。そうだね。はい。飛び過ぎても向こうの上での、ね、そうですね。今の進み方で大丈夫ですか？よく言えばもうちょっと上げた感じ。そうですね、はい、ちょっと今まあ、雨もチェックも来てるしちょっとバントみたいな感じで、ライン出ししたような印象で打たせていただきます。でも全部バレてますね。あーもうちょっと上げは投げに行ったのになって感じだと思う。お見通しです。もうちょっと高い球打てるようにします。いや高い球取ってね、あと 2,3 メーター高い球打てるからキャリーで取るから。うん、そうですね、うん、おー、これすごい面白いですね。高い球でいい球だね。いい球でした。なあ。しゃあ。ありがとうございます。上げようとしなくたって上がってくるわな。上がってきますね。逆だよ。縦突っ込みが上がってくるんだよ。高めが取ってくるんだよ。逆だと思ってました。反対だって。だから、こうやってやって、ここに近けてバックラバって下に入ってくる。はい。遠くでも上がるから。あ、そっか。逆に考えなさい。いつも僕人に教えるときは逆に考えなさいって僕も言ってるんですよ。いつも言ってるんですけど。おい、直人お願いしますね。はい、お願いします。これで理解できました。できた？はい、ありがとうございます。こうやってやって突っ込んでいけば、はい、まだこうなるし、はいはいはい、受けば弾けなくなる。はい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 、浮くと上から入るし、滑っていってくれると滑っていくだろう。うん、滑っていけばゾーンが長いからなって、はい、ゾーンが短いでしょ。インパクトゾーンですね。はい。
レジェンド会長だけどレジェンドだ、やっぱり。全部が良くなってる、みんな。会長だけどレジェンドだ。言いましたね。レジェンドだよ。渡部社長どうですか。聞いちゃってます。聞いちゃってますか。ほらこれ嬉しいです。嬉しいです。レジェンドが、うん、そうですよね。信じられないです。青木会長なんですけどレジェンドなんですよね。やっぱりこう自分で教科書を作ったって方なんで、うん、だからこう難しく言えないですね。理屈っぽく。はじめ社長のコラボ。よいしょー。回りすぎじゃないでしょ。はい。回りすぎじゃないですから。回りすぎじゃないですから。2回言いましたね。はい、もう大事なことだから。大事なことだから。やっぱ言うっすね。もう本当にゴルファーは。いや本当そう。大事なことは2回言うんですよ。マジか。レジェンドが言ってたら間違いないわ。そう。すいません。2回言ってるってことは本当ってこと。本当ってこと。うん、そう。だからこれ2回言ってたらちゃんと聞いて。うん。わかるでしょ。わかるだよね。そういうことか。そういうこと。そういうこと。いってらっしゃい。行ってきます。しゃあ、これでイメージできたぜ。おー、ナイスショー。おー。捕まりますね。捕まるんだろう。はい。すべて良 い方向に向かっている。ほんとパーレーフットが、うんうん、ほとんど巻き持ってるっていうのがいいんだな。はい、ちょっとサンドウェッチ取ってきてもらって、はい、ちょっとちゃっくりの原因が分かったかもしれんから。おこれだよ。これとあとはアップダウンですね。そう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 。ずっとちゃっくりしてたんですよ。先週も5アンダーまで行ってボギーボギー、そのずっといいところまで行ってるんですけど、うん、全部ちゃっくりで流れで。そうなんだ。そうなんです。で、ちょっとラフとかが砂地だったんで、それがちょっと気持ち悪くて緩んでたんですけど、うん、やっぱりね、あのなんていうの、スピードがつけるんじゃなくて、まずこういうスピードがついているのに、うん、加減しちゃうんだよ。ああそうですね。加減しちゃうからスピードがなくなっちゃうんだ。はいはいはい。でクラブが思いがペタンと起こっちゃうんだ。スピードをつけるんじゃなくて、なんか体でフェイスを コントロールしてるような。そうそうそう。はい、うん、ちょっとこんな感じ久しぶりですね。いいじゃないですか。ありがとうございます。ちょっと磨きがかかりそうです。磨きがかかりそうです。やることが分かったので。ダメじゃんって。今それ8？ はい。あとは俺8で行かないんじゃないかなと思って。いやちょっと行かないですね。うん。そう。ありがとうございます。その前にお前いるの？そうですね。クリーニングパーツを意識して。当てみたらこんな感じ。
はい、本番にちょっと届きます。本番に届きます。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりです。ありがとうございました。いや、これも見てよ。いや、そんな焦らないでよ。すぐ締めさせないでよ。というわけで、今週、明日から始まります。ジャパンプレイヤーチャンピオンシップ、バイ佐藤食品。ということで、僕たち選手全員で盛り上げたいと思います。コースも最高のコース。そして、メンバーも最高のメンバーが揃いました。ぜひ皆さん、ゴルフネットワークにて完全生中継していますので、ぜひ観戦して楽しんでいただければと思います。ぜひ、男子ツアーそして、中道の応援よろしくお願いします。それではテレビの前にいってらっしゃい。